氷結協会のエデンは、サヨと系による2シリーズ目の日本のライトノベル。略称は、エデン。イラストはカスカベアキラ。富士見ファンタジア文庫より、2009年9月から、刊行されている。ドラゴンマガジンにも不定期で短編が発表されている。前作、黄昏色の映遣会に続き、作者オリジナルの架空言語が用いられている。 2010年8月2日更新の富士見ファンタジア文庫公式サイトでドラマ CD 化が発表された。同年12月29日発売。月刊少年シリウス2012年8月号より漫画版が連載開始。魔的という力を持つ謎の存在、有限主という脅威が存在する世界。人々が生きることができる地は巫女の祈りによってなる。 氷結教会に守られる、浮遊大陸オービエクレアのみであった。オービエクレア第二居住区の喫茶店に居候する少年、シェルティスは、かつて天結宮で氷結教会を守る、巫女のために戦う森氏として、創建を振るっていた。しかし、とある任務中の事故で、浮遊大陸からエカの庭へ落下、誰もが彼の死亡を確信した。だが一年後、彼は、 浮遊大陸へ奇跡の生還を果たす。その身に魔敵を宿して、声はドラマ CD のモノ統成長の特務部隊、天の車。所属する人間はそれぞれ第一、第七、第九と呼ばれており、これは使用武器の数を表している。地上から上空1万メートルに位置する浮遊大陸にして、この世界の名称を、巨大な大陸と 無数の浮遊島によって形成される。全ては千年前から巫女たちが唱える、結界系水心緑術式、氷結境界によって支えられ、人はこの中でしか生活することができない。浮遊大陸自体は、以前から存在したが、千年前に氷結境界が、張られる前は盛んに、有言種が信仰し、人々を襲っていた。また、単一民族ではなく、 様々な民族が混在する多民族地域である。いくらかの区分けされており、天欠偶を中心に、外側へ向かって、居住区、自然区、生態生育やの三つ地区がある。水心力が発達する中で、航空機やスーパーコンピューターなど、科学技術も発展している。浮遊大陸の真下に存在する有限種の層屈。いくつかの層があり、深部へ行くほど狭く、 マテキが濃くなっているとされる。イグニド曰く第9鏡面まであるとのこと。月刊少年シリウスで連載中。作画は木村勇紀。作者が急病のため連載停止となっている。そのため2020年現在においても未完。タイトルはドラマ CD 氷結協会のエデン楽園幻想。タイトルにあるように原作第1巻をドラマ化している。 2010年12月29日限定版、通常版同時発売。限定版には特典として、原作作者及びイラストレーターの書き下ろし、小冊子とシナリオなどを収めた CD が付属。ありがとうございます。